はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は2月の10日で土曜日です。空は晴れてます。今日はね、キューちゃんね、昨日駐車したばっかりなんで、今日はね、安静にしてね、休みです。散歩は休みです。まあ元気なのは元気なんですけどね。昨日はキューちゃんはワクチン注射の5種を打ちました。今日からね、土日月とね、3連休みたいなんですよね。全然知らんかった。あ、それでね、テレビね、治ったんですよ。昨日ね、電気の工事の人たちが来て直してくれました。で、何が原因やったかって言ったら、ようわからんけど、アンテナが悪いんじゃないかということで、ブースターをね、ちょっとね、強めに調整したらね、直ってしまったんですよね。で、まあこれでいいかっていう感じで終わっちゃいました。料金の方はね、無料でした。もうありがたいことにね、無料でした。ちゃんとね、終わった時にお茶とドーナツみたいなお菓子をちょっと出したんですよね。ニコニコ笑って帰っていかれました。ハートもね、喜んでました。工事の時間で言ったら1時間ぐらいなんですけどね、その間もずっとね、騒いでたからね、その後工事終わって病院行ったんですよ。もうちょっと疲れましたね。気づかれ。キューちゃん待ってたか。来た。せっちゃん、せっちゃん待ってた。はい、今日の朝ごはんができました。今日の朝ごはんはもち麦のご飯に、あときんぴらとトマトと、これブロッコリーです。きんぴら、きんぴらは普通に美味しいです。これトマト、トマトはね、もう温めた方が美味しいんですよ。トマトはあんまり好きじゃないんですけど、こう温めるとね、ちょっと食べられるんですよ。はい、今日はこんな感じです。カツはここにいます。ジェンちゃんは後ろにいます。ジェンちゃん、キューちゃんはあっちにいます。こたつのところに。はい、今日はこんな感じです。